在日ロシア人とは、日本に住む、ロシア人のこと。一定期間在住するロシア国籍の人に加え、白系ロシア人として、日本に亡命した人や日本帰化者、さらにはそれらの子孫も含む。日本における定住ロシア人の歴史は、函館ハリストス正教会が建てられる、直前の1854年に始まる。1905年に、日露戦争の講和条約である、 スポーツマス条約により、日本に活用された南からふとから引き上げずに、残留を選んだ、少数の残留ロシア人が発生した。その後、1917年に起こったロシア革命を機に、日本へ逃れてきた亡命ロシア人が、日本で暮らすようになり、その数は1918年時点で7251人ほどになった。だが、日本社会の偏見などでなかなか馴染めず、 1930年に3587人、1936年には1294人と激減した。その後、第二次世界大戦が始まったため、ほとんどがオーストラリアや米国などへ移住したり、ソ連へ帰国したりし、日本に泊まったロシア人は、ごくわずかとなった。大戦が終結した後もなお、長く続いた冷戦時代に在日ロシア人が増えることは、 ほとんどなかった。ペレストロイカを迎えると来日する人が増加したものの、それでもヨーロッパ各国、アメリカ、オーストラリア、トルコなどと比べると、日本に移住する、ロシア人の数は極端に少ない。2013年現在、在日ロシア人の指定を対象とした学校は、EK リングイターを除けば、ボランティア団体として存在している。来日した。 白系ロシア人を研究する団体として1995年12月、日本の研究者とロシア人研究者によって、来日ロシア人研究会が結成21年間にわたって活動した。2015年末、現在90日を超えて滞在し外国人登録を行っているロシア国籍者は8092人。そのうち女性が5599人。 男性が2493人と女性の数が2倍を超えて多く、30から40代が主流である。在留資格別に見ると、永住者が3453人と最も多く、ついで、日本人の配偶者等1120人、家族滞在801人、人文知識、国際業務778人、留学740人、定住者452人の順となっている。 かつて多かった工業ビザによる滞在は47人と2006年の767人から大幅に減少した。都道府県別では最も多いのが東京都の2389人、次に神奈川県807人、千葉県519人、北海道498人、富山県472人、大阪府424人の順となっている。二千十六年時点で、 クナシリ島に7914人、エトロフ島に5934人、シコタン島に2820人の計16668人のロシア人が在住している。代表的な町は、ユジノクリリスク、ゴリアチエクリチ、マロクリリスク、クリリスク、クイビシェフ、クラバザボーツク、レードボである。ニコライカサートキン日本に亡命した、旧ロシア帝国国民も多くいた。 その内訳には、民族的なロシア人の他にかなり多くのヒロシア人、つまり、ポーランド人やウクライナ人が含まれていた。しかし、ヒロシア人の多くも日本において通用しがたい、ウクライナ語やポーランド語を用いる代わりに、それよりは通じやすい、ロシア語を用いたことから、日本では彼らは、ロシア人であると誤解された。1918年に、 日本に来たこれら亡命者の数が1年間だけでも7251人となっている。また、日本に亡命した白系ロシア人の中には、しばらくしてからオーストラリアや米国などに再移住した人も存在する。なお、ロシア帝国最後の在日代理大使を務めていた、アブリコソフは1925年の日ソ。 国交回復後も日本に泊まり、第二次世界大戦の終結まで、白系ロシア人の取りまとめ役として、日本政府との交渉に当たっていた。創世期のプロ野球で300勝を記録したスタルヒン、神戸の老舗洋菓子店、モロゾフの創業に深く関与したフヨドルド・ミトリエビチ、モロゾフとバレンティン・フヨドロビチモロゾフの親子、同じく、神戸の洋菓子、メーカー、ゴンチャロフ創業者、 マカロフ・ゴンチャロフも、白系ロシア人である。その他、函館と神戸を中心に、日本で活躍した、白系ロシア人は、数多い。これらの亡命者たちの中には、正教会信者として、日本正教会に通っていた者も,も少なくなく、その子孫は、現在もなお、神戸ハリストス正教会やニコライドなど、日本のいくつかの正教会内において、 一定の亡命ロシア人系のコミュニティを形成している。1925年に日ソ基本条約が締結され、両国間の国交が回復した後も、一般国民の接触は厳しく制限された。特に、ソ連からの出国は一部の外交、貿易関係者を除くとほとんどなく、日本共産党や他の無産政党への指令も日本人活動家をモスクワへ呼びつけて、あるいは、 第三国での接触によって行われたため、日本に在住する、ロシア人の大多数は依然として、社会主義革命によって亡命を余儀なくされた白系が占めた。彼らの多くは記述の通り、かつて、ロシア帝国の領土だった南からふとに住んでいた。また、ロシア帝国の勢力圏があった満州には1930年代で、約5万人の白系ロシア人が在住していた。 もともとはロシア人によって建設された同国北部のハルビン市ではロシア人コミュニティにより聖ソフィア大聖堂などの大規模な東方聖教会振興が建設、維持されていたが第二次世界大戦が起こると白系ロシア人の多くは適正外国人として監視、交流の対象となった。さらに戦争末期の1945年8月9日に 起こったソ連隊日産戦に巻き込まれ、中国東北部からソ連領内へ連行、あるいはソ連領に編入されたサハリン南部で拘束され、日本への再亡命を阻止された者もいた。日本への脱出に成功した白系ロシア人の多くは北海道に居住したが、その後東京などへ移住した人も多い。また、同年8月6日の広島原爆投下では、 白系ロシア人の11人が被爆し、うち3人が年内に亡くなったことが明らかになった。ソ連は戦勝国として極東委員会や対日理事会に参加し、極東国際軍事裁判でも判事や検察官を派遣したが、対日占領政策の主導権は米国に握られ、北海道や本州へのソ連軍進駐も実現しなかったため、 南からフトや島列島全域のソ連領編入を除いた日本本土へのソ連の影響力は農地改革での不在地の支配所など限定的なものに抑えられた。さらに朝鮮戦争の激化やレッドパージの強行で日本国内での共産主義運動が停滞する中、1952年4月28日に日本国との平和条約が発効して日本の主権が回復すると 前年の講和会議で調印を拒否したソ連は、日本との公式関係が途絶えた。1956年の日ソ国交回復により、両国の外交関係は修復され、シベリアへの長期抑留者の日本帰国などが実現したが、依然として、両国関係は、北方領土問題などで冷え切り、加えて、第二次大戦後の冷戦下で日本は米国を中心と、 する自由主義陣営に所属したため、互いを仮想的国として監視、警戒する状況が続いた。ソ連からは大使館員や貿易関係者、ソ連国営航空、アエロフロート、タス通信などの報道関係者が日本に居住したが、彼らを監視する警視庁公安部などによるスパイ活動の摘発も続けられた。一方、文化、芸術面での交流は徐々に進み、 知識人や芸術家が日本を短期間訪問する例も生まれたが、石井康紀の妻であるナターシャのように、ソ連国民にとって日本人との結婚は、社会での礼遇と直結し、たとえ正式な結婚が認められていても、ソ連からの出国が長年認められない場合もあった。変わった例では、百三十八年にソ連へ亡命して、逮捕、拘禁された後、ソ連国籍を取得した。 日本人役者の岡田義子が1972年に日本に移住し、1986年のソ連帰国まで滞在した。不死教セルギーニコライドー函館ハリストス政教開始1980年代、後半のペレストロイカ期から1991年のソビエト連邦の崩壊、それに続くロシア連邦や独立国家連合諸国の成立により、 貿易関係の縮小はあったものの、日本と旧ソ連地域の間の人的交流は依然と比較してずっと容易になった。日本への在留人数は1990年はソ連全体で340人だったのが2009年にはロシアのみで7814人、旧ソ連15カ国合計では11506人となり20年弱で33倍にも達した。 北海道や新潟県、富山県など、日本海側を中心に、ロシア人との交流も進んでおり、ロシア人船員が上陸するようになった、稚内やネブロ、ルモイ、オタル、富山県小杉には、キリル文字も併記されている道路標識や商店などが増えた。学術面では、横浜市立大学に、国際政治学者のプラギンスキーが、亡命者以外では、 初のソ連出身の助教授として着任し、経済面でも中古車輸出などのため日本に滞在するロシア人商人が増加している。また、ロシアンパブとしてロシア人やウクライナ人、ルーマニア人の女性が接客する飲食店も多く営業したが、売春などの犯罪例が増加したため日本政府が入国管理を強化した結果、こちらは減少した。 ソ連崩壊でかつての手厚い保護が失われたものの、指導水準は依然として世界のトップクラスにあると見られたロシア人のスポーツ指導者が世界各地に新天地を求める中、一部は日本へ移住した。最も有名な例の一つは、オリンピックの体操競技で金7個、銀5個、銅3個と、計15個のメダルを獲得し、その後は日本で、 塚原直哉のコーチを務めたアンドリアノフである。現役選手でも優秀なアマチュア選手を日本でプロに転向させる例があり、ボクシングではソ連から来日してプロ転向したアルバチャコフとナザロフが世界チャンピオンになった。大相撲でも南からふと出身でウクライナ人の父を持つ元横綱、大鵬の下に弟子入りしたロホーとその弟の白露さんなど、 北オセチア共和国の首都ウラジカフカス出身のロシア人力士の台頭が目立ったが、同兄弟と和歌の方の3人の関取は、大相撲ロシア人力士対魔問題により解雇され、この際に、白露山の師匠であった北の海が、日本相撲協会理事長を辞任する大事件となった。しかし、2010年9月場所では、和歌の方の重手である、アランが関分けに昇進し、 唯一のロシア国籍幕内力士として引退する2013年まで土俵に上った。旧ソ連地域出身者としてはグルジアから2006年に小結びに昇進した国会やその後輩の土地の神とガ,ガマルが活躍している。また、エストニアから来日したバルトは2010年5月場所で大関に昇進した。京都ハリストス正教会、ありがとうございます。